我慢し続けるとどうなるか知ってる？僕ね、ずっと我慢してやりたくない仕事をしてた。そしたらどうなったと思う？がんになっちゃったんだよ。ってことはね、嫌なことをずっと我慢してやり続けるってことは、何かしらの体の不調だったり心の不調が出るんだよ。がんとか大きな病気じゃなくても、腰痛だったりとか、うつもそうだよね。そういう病気になるってことは、我慢のしすぎのサインってことなんだよね。我慢は誰も得をしない。